エラ・ウィーラー・ウィルコックスはアメリカ合衆国の著作家、詩人である。その最もよく知られた作品は、ポエムズ・オブ・パッションである。普及の名作といえば、あなたが笑えば、世界はあなたと共に笑う。あなたが泣くとき、あなたは一人で泣く。という節がある、ソリティードである。自助伝、ザ・ワールズ・アンド・アイはウィルコックスが死ぬ1年前の1918年に出版された。 エラ・ウィーラーは1850年にウィスコンシン州ジェーンズビルの東の田園地帯ジョンズタウンの農家で4人兄弟の末っ子として生まれた。家族は間もなく北のマディソンに転居した。かなり幼い時から詩を書き始め高校を卒業する時には州内で詩人としてよく知られていた。28歳の時にロバート・ウィルコックスと結婚した。この夫妻には 息子が一人生まれたが、生後感もなく死亡した。結婚してからいくらも経たないうちに、夫妻は、新知学、新思想及び、心霊主義に興味を持つようになった。ウィルコックスの死を刻んだ、名版、サンフランシスコのジャック・ケルアック・アレイにある。夫妻は結婚生活の初期に、先に死んだ者が戻ってきて残った者と対話を交わすと、互いに約束し合った。 夫のロバートが結婚してから30年以上経った1916年に死んだ。妻のエラは夫からの伝言がないままに一週間一週間と過ぎていくうちに激しくなる悲しみに暮れた。エラがカリフォルニア州に行ってバラ十字団の先生術師マックス・ハインデルに会ってその悲しみの救済を求め夫から伝言がなぜないのか理解できないでいたのはこの頃だった。以下は エラがこの会見について語ったものである。カリフォルニア州のバラ十字団哲学指導者であるマックス・ハインデルと話していて、彼は激しい悲しみの効果について私に大変はっきりと示してくれた。ハインデル氏は私が悲しみを支配できるようになった時に夫の魂に触れるようになると私に確信させた。私は全能なる神が悩める心にその光のひらめきを送って 最も必要な時に確信をもたらすことができないのは奇妙に見えると答えた。近女ははっきりとした水たまりの横に立ったことがありますかとハインデルシは尋ね、その中に映し出される木や空を見たことがありますかその水たまりに石を投げてその表面を曇らせ、騒がせ、何も映らないようにしたことがありますか水面が静かになった時に空や木は映し出されるのを待っています。 神と貴女の夫の魂は、悲しみの混乱が静まった時に、貴女の心に映し出されるのを待っています。と言った。数ヶ月後、エラはマントラすなわち皇帝の祈りを作成し、その中で、私は生きている証人です。死者は生きている。彼らは私たちを通じて話し、私たちに話しかけている。私はこの栄光ある真実を苦しんでいる世界に与える声です。 準備ができています。カミよ。準備ができています。キリストよ。準備ができています。ロバートよ。と何度も何度も言っていた。ウィルコックスは世界にオカルトの事柄を教えるように努めた。彼女の作品は実証主義で満ちていて、新思想運動の中で人気があり、1915年にはその小冊子、新思想について知っていることが出版社。 エリザベスタウンによれば5万部配布された。次の談話は、天章の中に新思想、心霊主義及び新知学的信念をウィルコックスが特徴的に混ぜ合わせたものである。私たちが考え、行動し、今日ここで生活するように、私たちは地球を離れた後も霊的領域の中に、私たちの家庭の構造を作り、将来の生活、 この地球あるいは他の惑星でこれからの数千年のカルマを作っていきます。私たちが死は高い水準での人生と労働の継続に過ぎないとわかるようになった時、人生は新しい遺言を取り、労働は私たちに新しい興味を与えます。文学的な詩人というよりも人気のある詩人であるイリコックスの死は平面な文章で韻を踏ませ、快活で 楽観的な感情を表現している。その世界観はその詩、何であっても、それが最善という題に現れており、18世紀の詩人アレキサンダー・ポープの何であっても、それが正しいを映したことを示唆している。ウィルコックスの作品は、文芸批評価会を増し伊勢によるアメリカの詩のオックスフォードブックに載っていないが、ヘーゼル・フェルマンは、アメリカ人に愛された最良の歌の中に、 ウィルコックスの詩を13編以上選び、著作家マーティン・ガードナーは最も記憶される歌の中にソリトゥードとザ・ウィンズ・オブ・フェイトを選んだ。ウィルコックスは白星のフクロウ、下手なしの先週や大変下手な歌のような下手なしの先週にしばしば取り上げられている。小説家シンクレア・ルイスはその著作バビットが文学的洗練さが欠けていることをラドヤード・キップリングの イフやウィルコックスのザマン・ワース・ホワイルのような古典的詩の一つとして、因文に言及することで示した。ザマン・ワース・ホワイルは次の一節で始まる。ソリティウの冒頭の最も有名な一節は次のようになっている。ザ・ウィンズ・オブ・フェイトは全く安上がりであり、要約するには短すぎる。次が全文である。エラ・ウィーラー・ウィルコックスと辞書ウィルコックスの言葉、愛は、 憎しみが消すよりも多くの火を燃やすが、サンフランシスコ市、ジャック・ケルアック・アレーの歩道席に刻まれている。ソリテュードは、ザ・ニューヨークさん1883年2月25日号に、初めて掲載された。この詩の題材を得たのは、ウィスコンシン州マディソンで知事の就任舞踏会に、出席するために旅した時だった。祝いの席に向かう、道すがら。 彼女とは通路を隔てた向かいに座っている黒い服を着た若い女性がいた。その女性は泣いていた。ウィルコックスはその女性の隣に座り、旅の残り時間に彼女を慰めようとした。二人が目的地に到着した時、ウィルコックスは大変落ち込んでいたので予定の宿園に出席する気分になれなかった。鏡に自分の晴れやかな顔を映してみた時、 突然悲しみに暮れる未亡人を思い出した。ソリチュードの冒頭を書いたのがその時だった。ウィルコックスはその死を三神に送り、荒料として5ドルを受け取った。1883年5月、ソリチュードはウィルコックスの本、情熱の歌に収録された。ウィルコックスの自助伝ザワールズア,アイの最後の言葉は、この力強い倉庫から、私たちは知恵と知識を集め、 光と力を受け取り、私たちの父の家にある数知れない邸宅の中で、唯一のものである地球の準備の部屋を通っていく。物事はこのように考えなさい。となっている。エラ・ウィーラー・ウィルコックスは1919 19年69歳の誕生日の一週間前に、ガンで死んだ。エラ・ウィーラー・ウィルコックスの名前は、イギリスのユーモア作家、 リチャード・マードックによる下手な死に思いがけない印象を与え、アレクサンドル・ルイジーニのバレエ音楽、バレエ・エジピシアーンの冒頭小説に使った。ありがとうございます。